俳優パクヒョンシクが末年休暇を過ごしている。彼は新型コロナウイルスにより舞台に復帰せず除隊する。26日、パクヒョンシク側は汚染にパクヒョンシクが現在休暇を過ごしている。新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、舞台復帰せず除隊するようにとの指針に従い、来年1月4日に未復帰除隊すると明らかにした。パクヒョンシクは昨年6月、首都防衛司令部憲兵隊に合格し入隊した。その後、第2軍団の軍事警察団特殊任務隊所属で国防の義務を果たした。最近、韓国国防部は新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、末年休暇中の将兵らに部隊復帰せず除隊するようにとの方針を下している。これにより、パクヒョンシクも休暇を終えた後、部隊に復帰せず除隊する予定だ。一方、パクヒョンシクは2010年、アイドルグループゼアとしてデビュー。その後、ドラマ君を覚えてるや相続者たち、家族なのにどうして、僕らの恋日記、上流社会、ファラン、力の強い女とボンスン、スーツ、運命の選択、や映画8番目の男などに出演した。俳優パクヨンスの娘の卒業写真が話題。小学校の卒業アルバム。芸能人並みの可愛さ。トゥワイス辞表、皆に買ってもらったぬいぐるみを自慢、どちらも可愛すぎると話題。皆が買ってくれた、羨ましいでしょう、ワンス。皆ちゃん、ありがとうとコメント。ライバンリン、路上喫煙つば付き8歳上女性との熱愛に続き、今度はスタッフからの態度暴露まで登場。その関係者は、インタビューに臨んだライバンリンの首や胸にキスマークがあったためマフラーで隠して撮影した、などと暴露している。